こんにちは、ドラマに投稿、どこ行こう。今日は大河ドラマはどうやって観光客を呼ぶかを紹介したいと思います。こちらは私たちの研究の流れです。どうぞよろしくお願いします。近年、日本のアニメが人気を集め、それによって作品の舞台となる地域に観光客が増える事例が数多く見られます。実はアニメだけでなく、日本では NHK が1年にわたって放送する大河ドラマがその舞台となる地域にもたらす経済効果もすごいです。大河ドラマは日本の NHK が1年に1作、1年にわたって放送するドラマです。毎回ドラマの後に約1分の記号があります。大河ドラマの名前は、大河のように長い年月の歴史をわたる書き綴った小説から来ました。それではまず大河ドラマと大河ドラマ効果についてご説明します。その次は台湾におけるコンテンツツリズムの状況についてご説明します。昭和38年に放映を開始した大河ドラマは、毎年異なる地域と歴史背景でドラマを撮ります。そしてドラマの舞台に選ばれれば知名度上がり、日本全国から観光客が集まるという結果となりました。これをきっかけに、各自治体は大河ドラマで地域振興や地元経済の活性化を目指して活動しています。台湾で有名な大河ドラマは篤姫、龍馬伝などがあります。実は2010年の龍馬伝の舞台となった高知県は、2006年にも光明活字という大河ドラマの舞台となったのです。こちら高知県の観光客数のグラフです。あれ？同じロケ地なのになぜ観光人数がこんなに違うんだろうね。はい、光明活字の場合、観光客数の増加はほぼありませんでしたが、龍馬伝は放映前年と比べて観光客数が一気に増加し、放映後も観光客数が放映前より多いままです。その原因としては、高知県が2006年の反省を踏まえて龍馬伝で誘致や PR 活動に力を入れたことにあります。高知県も試行錯誤で経済効果を高めたのですね。すごいです。そうですね。それでは大河ドラマはどのように観光を誘致するのかを簡単にまとめます。 1. 大河ドラマは1年間を通じて放送されるので、舞台となった町の魅力がより長い時間より多くの人に発信されるので、観光への影響も大きいです。 2. 自治体も民間からも積極的に大河ドラマを宣伝して観光客を呼び込みます。 3. 観光 PR イベントの開催が持続的で充実させて、放送終了後も観光誘致活動を行うと、より長い時間観光客を呼び込むことができます。大河ドラマを見て歴史を知ることだけでなく、地方の観光も振興できます。素敵でしょ。うん、ちょっと待った。日本は大河ドラマで観光を振興するけど、台湾もあるんじゃない？例えば2008年の海門七五君を思う国境の南は根天高手、2012年のブラック&ホワイトは高海の観光客が増えました。そして2017年放送開始の結果のロケ地は高雄の京都東照です。高雄市政府は結果のを通じて京都東照の観光を振興しようと思っています。実は私たちは京都東照へ取材に行きました。結果論が上映してから、確かにロケ地となった寮はどこなのかなどを聞く客が増えたそうです。そこで私たちが作ったこのマップやロケ地の感想などについて観光客に聞いてみました。観光客がより多くの情報をより簡単な方法で手に入れることができたり、また宣伝活動を増やしたりすることで来客数は上げられるのではないでしょうか。実は台湾政府も映画が地域にもたらす観光による経済効果を期待し、さまざまなことで協力をしています。でももし大河ドラマのように毎年違う県の舞台にしたら、もっと継続的で台湾各地の魅力をアピールできるかもしれません。そうですね。実は台湾も同じように各地域の魅力を発信しようと、台湾観光局は2020年に向けた観光政策で台湾各地方の特色を打ち出し、一地方一特色を目標にしています。海に囲まれる台湾では豊かな自然に恵まれ、多彩なグルメ、近代的な高層ビル、
古い町並み、温かい人々の生活など魅力がいっぱいです。台湾の各地域を背景にして映画やドラマを撮り、そして政府の民間がイベントを開催すれば、地方の経済効果を上げるだけでなく、台湾の美しさを世界に発信できるだろうと思って今回の研究をしました。